日本のお年玉とマレーシアのお年玉を比較するで。Yo, what's going on, 日本？リクエで。日本のお正月にはお年玉をあげるっていう文化があるかと思いますけど、実はマレーシアにもお年玉あげる文化があるで。ということで今日は皆さんに日本のお年玉の文化とマレーシアのお年玉の文化を比較してみたいと思います。では早速見ていきましょう。Let's go!まずは時期から比較していきましょう。日本の方はですね、年が明けるとですね、お正月の時ですね、1月1日から3日ぐらいの間に、大人が子供にお年玉をあげるっていう文化があるかと思います。マレーシアではですね、3回ぐらいお年玉をあげる時期があります。結構多いね。ご存知の皆さんもおるかと思いますけど、マレーシアっていう国は多民族国家でございます。まあマレーシアにはですね、大きく分けてマレー系と中華系とインド系っていうのがありましてですね、民族やまたは宗教のお祝い、お祭りに合わせてお年玉あげるっていう文化があります。まず一つ目は旧正月についてなんですけど、旧正月っていうのは中華系がお祝いするお祭りになります。まあその時ですね、お年玉をあげるタイミングがあります。二つ目はハリラヤっていう時期にお年玉あげるっていうのがありましてですね、ハリラヤっていうのがラマダン明けのお祭りになります。まあこれはですね、イスラム教がお祝いするお祭りになります。そして3つ目がディパワリっていう時期なんですね。まあ、ディパワリという時期が、インド系やシック教の人たちがですね、お祝いするお祭りになります。その時にもお年玉あげる文化があります。日本ではまあケースバイケースかもしれないんですけど、働いた人が子供たちにお年玉あげるっていうのがあるかと思います。マレーシアの場合ですね、まずは旧正月についてなんですけど、まあ、中華系の文化の中では、結婚した人が結婚していない人にお年玉あげるっていう文化があります。それはですね、あげる相手はですね、子供であっても、自分より上の人でも自分より下の人でも兄弟でも、関係なくですね、あげる文化があります。そしてイスラム教のお祭りハリラヤの時の、お年玉なんですけど、これはですね、どっちかっていうと誰が誰にでもあげてもいいっていう文化になりますね。イスラム教の教えの中で寄付するっていう教えがありまして、その時はですね、まあこれを機にムスリムの人が相手に寄付するっていう感覚で、お年玉をあげるっていう感じです。なのであげる相手はまあ誰でも良いということになりましてですね、まあ家庭にもよりますけど、親にあげたり兄弟にあげたり、まあ、親族にあげたりとか、姪っ子とか甥っ子とか誰にでもあげるっていう感じです。あげる金額についてなんですけど、まあ、日本ではですね、私のイメージは、まあ、お年玉っていうのがこの500円コインとあげたりとか、あと100円コインをあげたりとか、まあ、または1000円とかですね、まあ、金額バラバラになるかと思います。まあ家庭によるんですけど、子供の年に合わせて金額アップさせるっていう、家庭もあります。例えば、1歳の時は1000円で、10歳の時は1万で、1000円ずつアップしてて、17歳の時は1万7000円ぐらいみたいな感じのお年玉の上げ方の家庭もあるかと思います。マレーシアもね、これもまたお祭りによってですね、上げる人によってまた違いがあります。まずは旧正月の方なんですね。旧正月の場合は上げる金額は数字と関連するので、これもいろいろ考慮した方がいいっていうふうに言われています。例えばですね、良いとされている数字8または偶数で上げた方が良いとされています。例えばですね、まあ、マレーシアの通貨はリンギットと言うんですけど、88リンギットとか、188リンギットとか、そういう感じの数字の金額を上げると、良いとされています。まあ8っていうのはですね、まあ、発音的にはパかな、これが豊か的な意味を持っていますので、そういう意味も含めてですね、旧正月の時に、こういう金額を上げた方が良いとされています。ハリライヤに関してはですね、特に、数字にまつわる金額とかは関係ないとされていますので、好きないくら上げても全然構いません。まあ最近はですね、マレーシアのお金はですね、コインよりも紙幣の方が多いので、まあ、紙幣というのが1リンゲットからありますので、まあその単純な1リンゲットから5リンゲットだったりですね、お金あれてお年玉としてあげることが多いかなと思います。続いてですね、お年玉の袋についてなんですけど、まあ、日本の袋はですね、結構可愛らしいなんですね。こういったデザインになっておりましてですね、かなり
オシャンティの形のデザインになっております。かなり可愛らしいです。マレーシアの方はそのお祭りによってデザインが異なっていますので、私が紹介したいのがこちら あのハリライヤの時に使う袋になります。こういう感じですね。横タイプのやつと縦タイプのやつもあります。そしてこちらにスラマハリライヤって書いてありましてですね、ハリライヤおめでとうございます的な言葉が入っておりましてですね、またこちらの場合はこう一言メッセージが入っているパターンもあります。まあ様々な種類がありますね。確かに旧正月に使われている赤い袋を、多分中国語で新年おめでとうございます的な一言が入っているかと思います。リパバリの時に使われている袋は直接見たことないんですけど、写真を見た限りにはまあハッピーリパバリとかみたいな、まあ、一言がまあ書いたりしてありますね。旧正月に使われている袋が、アンパオって言いましてですね、赤い袋っていう意味で、そしてハリライヤに使われているお年玉袋は一般的ではないんですけど、緑の袋というふうに呼ばれて、そしてリパバリに使われている、お年玉袋は紫の袋っていうふうに呼ばれております。サイズを比べてみますとですね、日本の方が結構小さくてですね、マレーシアの方結構大きいんですね。かなりサイズが違いますね。こう日本の紙幣とマレーシアの紙幣を比較するとですね、全然日本の紙幣の方が大きくてですね、全然大きいんですね。日本の紙幣の方が大きいけど袋が小さい、ね、マレーシアは紙幣が小さいけど、袋が大きいっていう、このギャップもなかなか面白いところかなと思います。日本の方はなんで小さいかなといろいろ考えてみたんですけど、やっぱり大人が子供にあげるっていうことで、まあ、自分の考えなんですけど、まあ、子供が持つこの大きさっていうのが、まあ、子供の手にちょうどいい大きさかなっていう感じなんですね。まあ、マレーシアはユニバーサルっていうか、大人にもあげる、親にもあげたり、まあ、誰にもあげるっていう感じで、まあ、大きめの袋になっているっていう感じなのかなって勝手な解釈でございます。日本のお年玉の袋なんですけど、店で売ったりしているんですよね。どっちかというと買わなあかんなんですけど、マレーシアの、お年玉に使う袋はどっちかというと無料でもらえるんですね。このお祭りの時期に銀行とか行ったりすると、その銀行から無料のお年玉袋もらえたりとか、なんか物を買ったりすると一緒に付属品としてついてくるとか、会社からとかでもね、もらえるパターンが多いですね。なので、マレーシアでは無料でもらえるんだけど、日本では買わなあかんっていうのが、まあ、また一つの違い点になるかなと思います。いやー、どうでしたか皆さん、今年はお年玉いっぱいもらったんでしょうか、そしていっぱいあげたんでしょうか。ですね、まあ、お年玉っていう文化はですね、似たような感じやけど、でも細かいところが違うというのが、まあ、このいい文化の面白いところかなと私は個人的に思います。まあ、よくよく考えると、クリスト教とかクリスマスの時とかですね、まあ、西洋の文化では、お祭りの時にプレゼントをあげるんだけど、まあ、このアジアの文化ではお祭りの時にお金あげるっていうのも、まあ、物とお金っていうのがなんか面白い関係性があるかなと感じました。ということでですね、今日のお話はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。